はい、16:10始まります、ね、今日はゲイルさんのお誘いでちょっとサバゲーをしにやってまいりました。そうですね、もうちょっとわからないことだらけなんですけど、いろいろね頑張っていきたいなと思います。はい、ではい、とりあえずね今ね、はい、銃を持ってもう撃てる状態なんですけど、はい、そうですね、まずねまずなんかトップ戦のがそうですね、あまりにも強すぎたらよくないんで、決められた基準の中でサバゲーをやろうということで、ね、あ、どうも、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ちゃんと、はい、はい、そうですね、もう初めてだらけなんで、何がないのか分からないんですけど、はい、ちょっと、はい、弾速チェック、はい、そうですね、これが弾速チェックなんですね。なるほど、これはどう、なんかね、はい、振ってください。ああ、なるほど、これ弾速チェック、弾の速さってことですか。そう、高いで弾速チェック、どれぐらいいったらダメなの。 9.2 キロ。あ、これこの、ね、今58って書いてあるやつか、ね、97とかいったら以上いけばギリギリいったらいいね。はい、まあ、それ以下ぐらいじゃないとダメということですかね。はい、普通にセットすればいいかな。これで、はい、これはなんかもうこのまま打ってるのありますよね。この中に通してもらって、はい、はい、これで、はい、刺されるはい、これで打ちゃいます。はい、はい、はい、77、はい、77、もう一回77、はい、もう一回76、大丈夫ですか。 OK です。あ、大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。はい、これでクリアと、はい、なるほど、こういう感じなんですね。はい、弾速、はい、チェック終わりました。そうですね、次はここからが演習場ですか。そうです、なんですか、そういうところですかね。ちょっと軽く、そうですね、ちょっと見ていきたいなと思いますね。一応男子トイレ、そうですね、トイレになったらね、テント付きのトイレです。はい、はい、で、まっすぐ行ってまして、もう本格的ですよね。そうです、ここ見る限り、はい、ここはみんなが練習したりするんですか。これはゲームが終わってここで休憩で、ここからがもうゴーグル着用の場所なんです。あ、なるほど、はい、そうですよね。あのフラッグがある辺からは多分スタートなんですよね、はい、あ、もうこの辺から、ね、なるほど。で、実際には多分ここにはまあ今オレンジ色と、はい、黄色ですけど、どちらかの旗が一本立って、あ、で、向こうにある旗を取りに行くっていう、はい、旗の取り合いということになって。あ、そういうことなんですね、フラッグ戦っていうの。なるほど、どちらかが先に取るかという、うん、なるほど、ね、へー、ちょっと面白い。そうですね、なんかね、なんかちょっとバリケード的なものが見えてきたのかなと、はい、一応、なんかこちらがなんか拠点、はい、うん、相手側の拠点になるのじゃないかっていう、あー、なるほど、ような感じで僕ら見てるんですけど、どういうふうになったら倒されるんですか。ヒットしたら、あ、ヒットしたらもう自己申告ですね。あ、そうなの、一発も当たったらダメなんですか。そうですね、へぇ、銃に当たってもダメと。あ、なるほど、一応こちらのルールでは、うん、なるほど、ね、うまく隠れていかんと思いますね。そうですね、まあ結構広いんで、うん、まあとりあえず範囲は、はい、決められた中でやりますけど、相当広いらしいですよ、ここ、うん、なるほど、フラッグを立つところを狙いに行くわけですね、はい、ちょっと始まってみないことにね、なんとも言えないけど、はい、ちょっとお楽しみですね。はい、はい、やっていきたいと思います。はい、はいはい、始まりますね。まず次はですね、カモフェイスペイントということですね。で、顔までね、ちゃんと、はい、というわけで今回のスピーチはここまで。次回もお楽しみに。皆さん、ご視聴ありがとうございました。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。